はですね、こんばんはですよ。いや、今週も今月も2回目の放送いよいよやっていきました。1回目でした。今月1回目だよ。早速酔ってますね。はいはい、はい、私たちは、こちらの番組ね、スナック一番ということでやらせていただいております。1年後に解散するロックバンドという企画を立ち上げまして、はい、富士プロデューサーがね、はいはいはい、富士君がね、この店スナック一番のいつの間にか常連ずらしてね。そうだよ。入り浸ってますけど、はい、はい、私たちスナック一番鳥越あずり FM ではトレイルフレッシュという、オゾンとイオンの力で、除菌をね、空間除菌をする機械を使って換気もしながら、はい、放送を行っております。コロナ対策バッチリです。はい、よろしくお願いします。ちょっと聞いて、どうした。今日はね、予約が入ってたのよ。予約入ってたの。予約が入ってたの。うん。うん、飛んだ。飛んだ。ああ、しょうがない、ね。久しぶりに来るはずだったんだけどね、あの林圭介ってやつ。ロン毛の方だ。ロン毛の方だ。そう。ロン毛飛んだ。ロン毛飛んだ。ああ。ちょっとロン毛じゃない？先切ったか。でもそこ住んでるから呼んでこようか。おお、いいのかそれ。電波だぞ。なんかね、いろいろあるらしくてね、今日はちょっと急遽欠席ということで。楽しみにしてたんだけどな、いやまああいつ来てもそんな売り上げ上がんないからね。そうね、大丈夫、大丈夫、細客細客。まあまあその代わりね、何、今日なんかすごいおじさんが来るらしい。え、すごいおじさん、うん、噂で聞いたんだけど、僕はもうほんと楽しみ。すごいおじさん大好き。私すごい、うん、春になると顔を出すもの、うん、なんでしょう。吹きのとうとか。吹きのとうとかね、つくしとか。つくしとか。そう、違う、地下のそのまた地下から。何地下って、え、あのさ、でもさ、うん、変な人もさ春にめっちゃ湧くじゃん。そっち寄りかもしれない。え、そうなの。わかんない、わかんない、さっきからね、なんかよくわかんないオーラがビンビン感じますよね。あ、なんか感じ取るのね。お笑い芸人さんにもいろいろいましてね。お笑い芸人さん、うん、うん、この番組にも何人か出ていただいてますけども、そうですね、まあその中でもいわゆる地下芸人と呼ばれる存在の人で、うん、まあ、日頃から仲良くさせてもらってるんですけど、うん、仲いいの。仲良くさせてもらって、なんで今まで連れてこなかったのよ。もうちょっとね、おじさんすぎて。おじさん、ママ大好きだって言ってんじゃん。スナック感ありすぎてちょっと、スナックなんだからいいんだよ、はいはい、いやでもやっとなんかスケジュールがこうビタッとあってね、出ていただけるということになったので、はい、お呼びしますか。早速近くまで来てるらしいんで。ああ、じゃあ呼んで。ちょっとママの呼び込み、ちょっともう一回見せてよ。いつもいつもの呼び込みってあったっけ。あ、いらっしゃい。カランコロンカラン。あ、いらっしゃい。カランコロンカランはあなたがいつも言ってるのよ。そう、うん、カランコロンカラン。なかなか、みんないなくなっちゃった。なかなか入ってこない。イヤモニが マスクに引っかかってる。あら、どうも。どうもおはようございます。どうも令和の時代に昭和の男、雪男です。大丈夫ですか。いや、マスクにさ、マスク挟まっちゃってさ、イヤホン。今説明した。慣れちゃったよ。テンパっちゃったよ、生放送。いやいや、来ましたね、雪男さん、ついに。いや、雪男さん、ここ10日ぐらい前にも出させていただいたよ、朝10時の番組で。朝10時似合わないんだろ。大さんでした？いや、似合わないんだ、もう一人のおじさん社長となんか。朝10時に始まりがこれ二人だって。どう見ても夜10時っていう。いやもうね、鳥越あずりっぽい趣がありますね。いいですね。で、何、はい、このお店的にどこまで触っていいの？こっちは触っていいですか？アクリルがあるんで、ちょっと触るのはちょっと。ダメ。手相見てあげようか。ママ高いよ。手相見てあげようか。あるあるのパターン。パターン。いやいや、もうなんか手相見るで手触るパターン。そう。下町の迷惑な客じゃないですか、ただの。まだ酔ってないんだけど、私。もうそっから始めようか。飲んじゃう。いやいや。お酒飲んだら大変だよ、もう。あ、じゃあお酒はお預けね。お預けよ。まあまあ、こっちちょうだい。こっちお酒ちょうだい。あなたたち飲んだ方が。ちょっとね、ドライブかけていかないとね。ドライブかけていかないと。この人についていけない気がする。なんなの、さっきの前の番組も一気してたじゃない。そういう曲なんですよ。そういう曲って珍しい。はい、でも今、お酒に寛容だよね。あ、そうっすか、うん、昔は絶対酒飲んでなんつったら、はいはい、怒られて俺、若い頃。ああ、もう30年ぐらいやってるけど、はいはいはい、お酒飲んで舞台上がるとかなんかやるなんて。ね、いや、僕からしたらね、酒も飲まず舞台に上がるなんてどういう度胸してんだって。いやいや、根性すごくないですか、それ。それスナックだよ、本当に。シラフじゃね、こんなできないっすよ。
確かにそうだろうな、うん、こっちはね。いや俺も芸名じゃなくて本名だったら嫌だよ。本名吉川さとしって言うけど別に53歳だけどそれをさ出してさ、はいはい、おいでなんか話せって言われたら嫌だよ。あそうやっぱり雪男だから喋れるけど。あじゃあ1個こうかぶってる感じになるんですね。だってやっぱりあなた芸名なの。私本名でやってるわよ。本名でやってんだ。まあまあ、あそう、はい、乾杯するよ。おい豪華だね。これそうですよ、セブンイレブンの。やめろよ。俺一瞬いつからスポンサー。あどうもすいません。どうも。いやいや俺私は水で乾杯しますから。さすがママが飲むのよ。いや飲むのはいいんだけど水で乾杯しますか。じゃあようこそいらっしゃいました、はい、乾杯。ようこそ。はい、はい、どうも。いやまさか雪男さんと同じ画面に映らせてもらえる日が来るとはね。いや俺もさっき焼酎入れといたからこれ。バカ野郎。無色透明でね。無色透明。飲むんじゃねえか。もう酔っちゃったよ。いや。あなたたちのトークに3分で酔っちゃった。ありがとうございます。この人がまたさ、はい、ちゃんと演技するのが俺好きになっちゃった。だって演技の人ですからね。演技の人。やっぱり演技の人ってうまいよね。やだもう。全然楽屋と違うんだもん。まあまあ褒められ慣れてないから。楽屋と違うのあなたもですよ。大概違います。なのよ。スナック来たような感じになったもん。声でかっつって。はい、ね、目つぶってスナック来たような感じ。だからさっき聞いてた時に、うんはいはい、目つぶって話聞いてた時に、うん、ほんとスナック行ってるような感じ、うん、目開けたらどうなのよ。目開けたらまたあなたに惚れちゃうよ。あーもう手相見る。手相見ます。 あれ手相でずっと見てこう触るんだよ。何も見れないのにね。あれ特に40超えてからそういうこと始めた。ああもうそういうお年頃ですか。だからもう本当に40超えると何やってもいいと思い始めるから。一回だからスナック行きたいですね一緒に。僕ね、そこで雪男さん あの生の顔が見たいです。俺だってネタやっちゃったりするもん。ああ調子乗って、うん、もうすぐにビール一杯ぐらいで乾杯したら、はい、大抵友達とかで行くと、うん、こいつ芸人なんだよっつって、で大抵何かやってくれって言われるじゃない、はいはい、じゃあ漫談しますからっつってやるんだ。いや30分やったらもうやめてくれって言われたら受けないで帰ってくださいっつって。お題いいですからって。待って先にさ雪男さんの、うん、私どなたなの、どんな方なのかっていうのを、うん、ママちょっと。そうなのよ。だけどあれだよ、どうしようもない大人だよ。それは分かってます。今とこ分かってます。もう30年やってるけど、うん、どうしようもない。もう誰も知らないよ。いや今んとこそれ伝わってると思うんです。見てる人も多分このゴールデンタイムにこんなやつ出すなと思ってる。しかもねサザエさんの後の貴重な時間帯ですからね。アフターサザエでやらせてもらってるからね。アフターサザエって言葉もすごいね、うん、7時でこの時間だって大河ドラマとかやってる時間でしょ。大河ドラマを敵に回して俺ら頑張ってぶつけて、ぶつけてんだ、あえてね。鎌倉の13人こっちもね、大河番組鎌倉店の鳥越の3人で裏番組。いいじゃない。やっぱキレッキレっすね。ねえこんな可愛い子ちょっとどうにかしたくなるんじゃない。楽屋と違うんだけど。楽屋大人だよ。最近の YouTube と違うんだ。何がなんかわかんない。面白い。最近あれだよ、もう人生捨てたんだよ俺も。あ捨てたんすか。もう捨てるしかないだろ。だんだん血圧は高くなるわ。中性脂肪だとか健康診断するたんびに話の脱線がえぐいのよ。そうで、なんだかしら飲み代よりも本当に医療費の方が高くなってきてる俺がいるっていうのが、はいはい、本当だったらって50超えると年ね、年齢ね、あれ嘘じゃなかった。先輩が言ってた。そんな言葉があるんですね。飲み代よりも医療費の方がかかるようになってくるからって言われて、うん、で酒飲もうって記録がなくなってきたもん。家でしか飲みたくないもん。ちょっと飲んだらもうふわってなっちゃうんだね。あとはテレビ見てるじゃない、うん、テレビ見てて知ってるやつ出るとこうやって投げて、うん、この野郎俺も使えとか言って完全な親父。何投げたのよ。いやいやだからティッシュとか近くにあるものをね。それティッシュとか。いやなんかこらっつって。ティッシュ投げちゃうとこが可愛い。絶対テレビがテレビにぶつけないように投げるのよ。傷ついたらまずいから。傷ついたら自分ちのもんだから、うん、人んちのもんだったら思いっきり投げるけどでっかい体してちっちゃいことやってますね。そうちっちゃい。本当に、うん、この間ここ10日ぐらい前出してもらった時にスリーサイズが俺110、110、110なの。あれウエスト、ヒップ、何バストから言ってよ。バストか。バスト、ウエスト、ヒップ、ね、あんまり男ってバストをね、気にしてないのよ。あー、確かにね、気にしてないのね、うん、だから110あるから、あんたより多分でかいよ俺。もちろん結構揉むがいいところよ。揉むかすごいよ。揉むかって、ちょっと揉みたい。ちょっと揉みたいよね。揉むあとでじゃあ揉むしあげる。路地裏で路地裏でって夜の7時の話じゃない。もうやだー。やだよ。でこういうでもトークよ、スナックって好きよ。ママもちろんだってママだもん。
でしょ。あ、そうよ。あの、うん、恋愛事情とか親父って聞きたがるんだよね。ああ、いちいちね。いちいち。あのね、もう2度目行ったら、常連の顔して3度目行ったら、あの、過去の男の話聞きたがるんだよ。ああ、もう俺の感じで。40、50、60。すごいじゃんね。スタッフさんが、うん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 ってすごいうなずいてらっしゃるの。24だっつってたよ、まだ。あのシャバ方が。笑ってるよ。どうぞどうぞ。まだだってあれ、キャバクラ行く世代だろ、24だと。そうなんすかね。スナックはだってまだ入っても、居づらい。1回2回だろ。だってこんなおじさんばっかいるんだもんね。もっと上いるよ。お若そうなんて言われちゃうもん俺でも入ってて知らないスナックでもそのなんかスナックトークって結構今さあの、うん、まあ、テレビじゃ聞けないし、そうねそうね、うん、バスへのスナックじゃないとこういう話って聞けないじゃないですか。それこそちょっと地下っぽい感じだね。いやだけどでもねこれ一本でまだ勝負してる雪男さんっていう方の生き様にちょっと触れていきたいですよ。かっこいいわ。いやっていうか正直な話、うん、これ一本でっていうのでただずっとやってきただけ、うんうん、あのずっとやっちゃって、うん、でいつか売れるだろういつか売れるだろうと思ってるだけで、あのそれで地下芸人を聞きたいんでしょ。これ書いてあるけど台本書いてあるって言うな。であの正直な話、はい、私は地下芸人じゃなくて怪奇芸人ですから。怪奇芸人とは今怪奇芸人というのは地下芸人よりやばいやつかしら。そう怪奇現象の怪奇、ね、怪奇、はい、だから土怪奇ってよく言われたのが、うん、じゃあ地下芸人にもなれない、うん、そうここの魑魅魍魎たちがだって雪男じゃんその上俺。そうですね。芸名だけなので、ね、名前もね、実在するかどうかも定かではないです ね。だって見たことないでしょ雪男。見たことない。そう、まあにここで見てるけど。そうそうそう。カッパとかもそうでしょ。いないでしょ。はいはいはい。俺子供の時にアビコなんだけど千葉の、うん、カッパ温度ってあるんで手紙の。へえ。カッパ温度でシュラララララって。シュラララララ。踊るんだよその、うんうん、あの盆踊りとかだ。でカッパ温度ってのがあって、うん、小学1年の時とか2年の時はやっぱりカッパいると思ってたもん。うんもういるじゃないですか。おいで手軽も行きゃいるのかと思って、はい、行ってもいないんだよ。キュウリ持ってみんなでキュ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 っつって、あキュ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 って呼び出す呼び出す。友達がキュウリ持って手軽も行ってキュキュキュって言うと来るんだっつって、みんな5人ぐらいでキュ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 っつったら大人の人来て、はい、君たち何やってカッパ呼んでんねんさ。今日はいないと思うよって言われて、あなるほどなるほど、大人の人キュッ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 ってキュウリ出して、ちゃんと子供の夢に配慮した言い方をしてくれたんですね。優しいね、今日はいない、今日はいないよ、明日来たらいるかもよの今日はいない。何度か行ったよ、何度か行った、電車乗って、その日はいなかったんですよ、ね、いないよ、カッパ運動踊らされたもん、可愛い少年時代を過ごされてたんですね。俺だって今でも可愛いだろうよ、なんかはい、日本の53歳でこんな可愛い親父いないよ。まあ、そんな雪男さんですが、何、はい、そんな話は飛ばしますけど、はい、どういう、ね、怪奇芸人っていうものが何なのか。いやだから地下芸人で、そう、はい、今地下芸人って言葉がっさっきは藤君がね、あの、うん、地下芸人だからって言って地下を生息してる芸人さんだよっていうから、しかもその中のキングの方ですよ、キングオブ地下芸人と僕は呼んでます。正直レジェンドとか言われるけど、あ呼ばれますよ。ただ単にやってるだけで、はい、私は地下芸人になろうと思ってなかったです。ギャザー姉ちゃんみたいにビッグになろうと思って31年前始めました。じゃあ音楽やりゃいい。いや、そういうことじゃない。いや、音楽やろうと思ったんですけど、はい、やっぱり音楽はちょっとダメだなと思って。あ、そう。そうそう。これ、だってギターやったんだけど、禁じられた遊びで終わっちゃったもん、俺。ああ、別に動員と。ギターできるからミュージシャンじゃないんですよ。いや、だけどあれできないと、昔、うん、昭和の時代とか。だけど、あ、そうだと思って、ええ、俺、だから、高校生とかの時に、ええ、あの漫才ブーム、あー知らない、あなたなんか聞いたことありますよ。いやいや、第一世代的なね、うん、あの今、第二、第三世代みたいな、たけしさんとか、はいはいはい、だから安清さんとか、わかるわよ、もう。それで、その時に子供で、あ、芸人になりたいなと思って、もう高校生の時とかテレビのオーディション行ってたね。あの夕焼けレアなんて知ってる？聞いたことありますよ。おにゃんこクラブ。わかるわかる。あの工藤静香さんとか、わかるわかる。国生さゆりさんとか、うん、の素人色物道場ってコーナーがあって、うん、まだトンネルさんが出始めたこれ。あ、高校生の時に最初。伝説の番組ですね。で、あ、お笑いやっとこうと思って、はい、それで何年かしてから始めたんだけど、はい、まだ養成所がなくて。ああそういう時代ですか。東京に、うんうん、じゃあ弟子入りして芸人になっていくみたいな時代です、うん、そうで、うん、弟子入り、ある有名な師匠のとこ行ったら漫才の、はい、俺の弟子がストリップ劇場渋谷の道頓堀にいるからそこ行って、うん、でその人先輩と組んで今でも浅草でやられてる方だけど、うん、そっから振り出しよ。だからデビューがストリップ劇場、あ
そう。だから今なかなかいない。何なんかでも浅草キッドの時代の感じですね、それって、ね、だから踊り子さんの間で司会やったりするの、はいはい、それでネタやるのよ、小ネタ的に、うん、2人で、うん、はいどうもって、ね、だから、ま、ママが踊った後に、はいはいはい、パンツこう下げて、うん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 、衣装いやパンツとかそれを下げて、うんうん、その辺散らかってるわけだから、ちょっとスタッフさんとそのつなぎの方の役割だ。ほいで5分とか時間もらって、ね、うんうんうん、そこで巻くまで、うんうん、例えば私らこうなんですけど、ね、みたいな。地方とかも行ったよ、伝統的ね。だから今いない、40代の子でもいないぐらいで、ね、やっぱ今と全然時代違って、あれですか、うん、そのコンプライアンスだどうだとかっていうことでもなく、いやだからコンプライアンスって何なのってことですよね、今の時代、うん、ってことですよね。いや俺こういうとこ出ると下手なこと言わないけど、うん、はい、下手なこと言ってもまずいんでしょ。いや、いいっすよ。いや、ダメだよ。俺に帰ってくるも絶対逃げるもん、二人。学園行った瞬間に、ゆきさん、ちょっとまずいですよ。絶対ママ逃げるタイプだもん。私は関係ないんで、つって。いやいやいや。ママ逃げないわ、正面衝突で。かかってきなさいよ。いや、じゃあ後でね。あれよ、大変なことになりやがったら。いや、僕ら失うものないですからね。いや、ないですよ。そうそうそう。いや、結構だから、ね、コンプライアンスって言葉が今すごいじゃない。うん、すごい。なんか、一番流行ってる言葉。言っちゃいけないんでしょ、みたいなことあるらしいですね。あと差別用語とかいろいろ、もちろんそうだけどね、そういうのってのは、昔はでもそれ平気でやってたもんね、あの食べ物とかこういう飲み物とかほら、はい、吹き出したりしてもいけないんでしょ。あ、もうダメなんですか。いや多分ダメでしょ、地上波とか。あのスタッフが美味しくいただきましたっていうのが我々のなんかよく見てきたテロップなんですよ、ね、そうだ。確かにこうブってなったものはね、美味しくいただけないものね。だからふざけてとか、うん、そうね、あの食べ物大事にしないからっていうクレームがバンバン入っちゃうね。昔ドリフなんかケーキとか頭からとか、今やったら大問題だろ。今やったらすごいよ、問題になるでしょ、この時間とかで。どこでも確かに、うん、どの時間でも問題よ。いやこういうとこだってそうでしょ、やっぱり。まあここはね、 NG なしと。いや NG なしの NG なしと聞いてますけどもねNG なしの放送局ってあるの。ここがそうなんですよ。そうなんよ。偉いなぁ。局自体にスポンサーがついてないから、もう尖ったとこ見てる見据えてるんですよ。ああそういうことか、時代の。そう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 。雪男さんの時代来んじゃないの、鳥越あずりさんで。いやすごいフィットすると思って、ねね、鳥越あずりさんで来るって、うん、いやあの鳥越あずりさんも多分本気でなんか無茶なことやったら、あの人呼ばないでくださいってなるよそれ世の中ってそういうもんだよ。やってみないとわかんない。やってみないとって何よこんなやって後で絶対にバレないっつって、とんでもない話なんだから。だからこれ地下芸人とかヤフーニュース載っちゃうんじゃないの。言わないでしょそんな。また例えばさ、これ地下芸人とかって本当どこ行っても聞かれんのよ。やっぱね、今そ、ね、だそこが雪男さんの一番美味しいポイントなんだと思うんですよ。いやだけど地下芸人ってだから売れてない芸人でしょこれ。それはあのちょっとここに書いてあるんですけど、一般的にはメディアに媚びることなく、ごく限られたテリトリーで。私媚びてますんで。だってコンプライアンスって言ってるもんね。コンプライアンス言ってるし。そう、一番テレビ出たくてしょうがない人のセリフだ。ごく限られたテリトリーで自作のネタを発信し続ける芸人たちってなってるけど、私放送禁止のネタやらないですし、テレビサイトでしか。で漫談でもちょっとパックがあって、うん、でテレビ用のテレビのネタとかはしかしやらないし、で私あの正直な話、地上波の番組に出たいんですでだって出たい、それテレビサイズにネタを作られてるんですものね。それで正直な話、うん、すごいこびてる、こびてこびてこびてまくって30年やってるんですけど、風が吹かないだけですあのまだ雪男さんの時代に追いついてないんじゃない。正直な話、はい、あと30年やって、はい、終わったとしても、はい、来ない気がし始めましたやっぱり30年ってのはすごいです。あ、30年すごいですよね。それでこれだけずっとやってきて、うん、後輩にたまに会って楽屋とかで、ゆきさんまだやってたんですか、いつ辞めるんですかってみんなに聞かれます。あもういいでしょって、30年目でと。そこあると思うよ。でもさ、それを聞ける、後輩の人が聞ける人間性ってすごくない。そうそう。いや人間性っていうよりも、聞けないよ正直。辞めるっつったら、いつ辞めるっすかって。いやいや怖い先輩に聞けないもんね。いやいや正直みんなに聞かれるとびっくりする時あって、お前も聞くのかいと思って、打ち合わせしてんじゃないだろ、いやなんて入ってって久しぶりなんつった瞬間に、ゆきさんいつ辞めるんですかって一斉にみんな聞いた時に、ゆき男さんのキャラクターもあって、割と距離のある後輩も多分聞きやすい感じしますよね。聞きやすいって言われて、うん、俺もそうだよなっつって、20年前がやめ時だったらもう20年前の話かいって。あそっから20年まだやってんだっつう話だけど、うん、あれよ俺らの時って、うん、
あの親に呼び出されたのが27、8ぐらいの時やめろって、あ5年ぐらいやって、あそこまで昔は30前ってそうだったね。そうね、そうね、30までに就職すればなんとかなるよ、まあ、で、うん、そしたら今度それ超えるじゃない、うん、逃げて、はい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 、親からも世間からも、うん、でやってるじゃない、うん、そしたら今度33ぐらいの時に友人が言うの、うん、まだどうにか社会復帰できるぞ、今やってる子で芸人とかで結婚もできるし、うん、だし、うん、就職してある程度の収入を得られるぞ、うんうん、潰しが効くよと。35なんで最後くん、これが最後だぞと、友人、あの普通のサラリーマンの、ほいで俺口聞けるのここまでだぞ、うん、本当にあのちゃんとやってるやつ、35以降はもう面倒見れないよ、じゃなくて世の中が相手しなくなるぞと、うん、あそう、何か新しいことでそのサラリーマンやるとか、うん、お前なら営業やっても何でもできるだろうし、お話が上手だからね、それを言われて、うん、やっぱり37、8になるじゃない、まだやってんのかってなって、うん、40になると頑張れよ、あ、もう逆に応援に変わって、親ももうだからその道に行くしかないと腹くくった人だと認定される、うん、そう、それは、うん、40超えるとまずなくなる、それはいいわね、いやいやいいわねってあんたあんたそこ狙っちゃいけないの、売れないと、それも35超えて今28年続行してるわけでしょ、30年ねえ、だけど正直な話、あの寂しいのが、はい、やっぱり世の中って引っ張ってほしいんだよね、どっかに、うんうん、そのまだうんってので、うんうんうん、それが全くなくなっていくと、うんうん、頑張れよ、応援してからテレビ出ろよ、こういう感じなんだよみんな、ちょっとで親も、うん、俺両親元気なんだけど70いくつとか80とかで、はいはい、テレビ出た時とかやっぱ喜ぶけど、うんうん、本当に40超えた時はもういいって言われた、あもう好きにしろ、弟普通に公務員やってんだけど、うん、国家公務員なんだけど、堅い仕事、それで雪男さんが何かやらかしたら弟さんに迷惑、だから俺それ言われてるよ、ああだからコンプライアンスに厳しいんだご本人が、なるほどね、いや、うん、結構やらかしたんだよ若い時は、でもこのさ、何何何、なんか昭和のさ、昭和の暴君のベラン名みたいな、ね、ザ昭和で、うん、今結構出てるチャンスをしろってトークライブやったの、はい、朝まで、あそう、12時ぐらいから、そしたらさ、それでお客さん4人だった、うん、そしたら超ウケる4人で、うん、2人で4時間朝まで始発までやろうと、おートークライブ、おで最初かましてるじゃない10分15分超えると、はい、そしたらだん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 、うん、尻こう一つも受けないで、うん、したら4人のお客を、なんで一つも受けないの、全然面白くないから15年ぐらい前、うん、で一人のお客さんが出て行っちゃった、はい、髪の毛長いなんかメタリカの T シャツ着た、はいはいはい、デブなやつが、はい、出て行っちゃって、はい、そしたら15分後ぐらいに、うん、警官2人入ってきたえってなって2人ギョッとしますね、これだけど、うん、チャンス大城曰く、はい、あゆきさん仕込みだと、ああ偉いと、ああ、こういうとこがやっぱり先輩で偉いわこの人、受けなさすぎた時にはこうしようっていう計算だったんだって、いや違う違う違う、だから仕込みを入れた、チャンスさんは思ったと、で俺もチャンスが入れたと思った、ああ、じゃあお互いがあれだ、お互いにあいつのやったんだこれをって、だって警官来るなんて考えてもいないじゃん、考えらんないよね、そしたら、うん、普通に生きてるんでしょ、だってそのかけた人が公衆電話から、ええ、なんか危ない2人がいるからちょっと来て変な集会やってるで夜中の3時ぐらいに来られてで2人とも思ってんだよ、あこいつ偉いわ、だけどなんかどうもリアルなんだよね、拳銃とか、だけど拳銃持ってきたの、いやだって持ってるじゃん交番の周りで2人だよ2人で、うん、で1人で来ないんだよ、うん、おいで危ないからね、おいで理由話したね2人で、はい、多分だからさっき帰ったお客さんがあんまりにもつまんなくて腹立てて滑りすぎて警察呼んだんだと思いますそしたらその警官の人が君ら何なんていうの雪男って言います、言ったらチャンスを教えて、知らない頑張ってなって腕磨いて打てるようになってくれっつって応援されちゃった、応援されてありがとうございますっつって、いや俺も最初はそんな、なんか言おうかと思ってさ、あんた警官俺ヤクザみたいなこと言おうかと思ったんだけど、どうもこの人本物っぽいなと思ってやばいよね、で滑りすぎて警察来たこと、いやそれすごいですよ、雪男伝説の真っ先に出てくるやつですね、で俺もあの書いたので誰かに言われたのが、俺あんまり自分のネットとか見ないんだけど、はい、滑りすぎて逮捕されたとかみんな、そう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 、だってね、それで一番最初に出てくるのよ、グーグル検索みんなして、そうしたらその話が単独ライブってなってんだよね、なってた、あじゃあチャンスさんは外れてるんですか、外れてた、いや外れてて単独ライブでっていうので、はい、それは俺と思うんだけど、単独ライブは来てねえぞと思うんだけど、みんなそっちを言うね、単独ライブで2時間の間で
どうしたんですかと警察来て、だからおひれがついてそうなっちゃったんだよね。だからチャンスだよ、ね、トークライブやって。まあでもその噂されてる話としてはもう美味しいとこ独り占めの感じになってるわけですね。だってさ芸名がさ雪男でさもう滑りすぎて、そうだって雪男さんからこの間名刺いただいたんだけど、うん、肩書きっていうの、はい、あの名前の上のとこ、うん、に寒い滑る凍るとか書いて、もう最初から書いてあるの。いやこれつけてくれた人って有名な方に名前出さないけど、はい、全部パック作ってくれたね20年前、すごい寒い滑る凍るでおなじみの雪男。お優しい。でその時代って滑るってことが、うん、今はそれ、はい、逆じゃない。滑っても滑り芸とかあるじゃない、まあ、そうですね、美味しくなるって言うんで、はい、それだから見越してやったのよ。で雪男で20年前にね、20年前に30年だけど、うん、つけてくれる方がいらっしゃって、うん、おいで俺も雪男ってひらがなだけど今、漢字にしようとしたの。だけど、うん、見てもらったのそういう人に、うん、そしたらこっちのひらがなの方がいい、あ生命判断をしたらひらがなの方がいいよって。だからそうすると人前に出る商売だといい、うん、だけど雪男だと居酒屋さんやるとか食堂やるならいい、うん、あだけど漢字の方だと居酒屋さん、そういう生命ありますもんね。もうでカタカナ絶対ダメって言われて、何やってもダメ、雪男は自覚から。だけどこのひらがなで、うん、これでよかったと思うよ年取ってきても、うん、この年になっても、まあ、なんかマイルドな印象ありますよね、うんうんうん、で俺可愛らしいね、なんかね、どこまでサンデーさんみたいになりたいのよ。はいはいはい、わかんない、そうなんですね。あのいるじゃん、話家の漫談の人ですよね、じいさん、ああいう人みたいになりたいなと思ってたから、うん、毒舌系の人ですよね。なんか無機質な芸名、雪男ってなんかいるんだかいねんだか、ドクマムシさんもそうだけど、はいはいはい、ああなるほどなるほど、なんだかよくわかんないけど、うん、何やなのこの人みたいな。ははは、一応俺お笑い芸人だけど、はい、そういうのになりたくてそれでつけても20年だね、うん、すごいですね。だその看板背負ってずっとやってこられたっていうのはもう腹のくくりというか、矢沢 A ちゃんになりたいって言ってこの赤いジャケットでしょ。だって A ちゃんは赤着ねえんだよ。でもさなんか A ちゃん彷彿させるわ。これは俺なんでね25年ぐらい前にJ リーグ始まった時、初代の MVP が三浦和さんなの。それで、何の話かな？ J リーグの。J リーグの話で、初代の MVP が三浦和義さんなの、うん。今でも現役の、はい、俺のカズ。キングカズ、うん。赤のダブルで出てきたの、ね、よ、うん。それを見て、あ、赤買おうと思って。赤のダブル。で、真っ赤なのしたもん。はち切れそうだけども。うん、だんだんな。だんだんなっつって。太ったルパン三世になってきちゃった。なんかさっきそれでチャンス大城さんの名前出ましたけど、そんなねあのいわゆる地下芸人仲間みたいな方がねあのいらっしゃるんですよね。でチャンスさんは今それこそテレビ引っ張りだこというか、あーねー、なかなか遊んでくんなくなっちゃいましたけど、いや遊ぶ時間ないだろあれだけテレビ出てるな、なかなかね。チャンスはだけどよー俺の名前出してくれるよテレビで。ねそうですよね。あのだからワイフって言うんだよねあれね。ワイプ？ワイプっていうのか。ワイフは嫁です。ワイフは妻。で、あの俺雪男だけど、みんなこの間言われたのが、どっちなの？雪男のワイフは雪女なんだから。いやじゃなくて、あの写真じゃないあれ。そうですね。だからよく写真男ですよ最近って。チャンさんのおかげで写真だけ出てくるから雪男じゃなくて写真男ですよって言われたけど、うん、じゃあ動いてる雪男はなかなか見れないということですね。見れませんね、うん、こういう皆さんでもね貴重ですよ。あの僕雪男さんの YouTube 結構漁ったんですけど、うん、なんかのインタビューでですね、もうこうなら死ぬまで芸人やってやると。いやいや死ぬまでっていうか、うん、もういつねえ亡くなるかもしれない。僕言ってもおかしくないよね。そう、うん、だ本当のスナックのママに見えてる。ありがとう。後で飲みに行こう。そうねそうね、8時から、うん、しますね。終わってすぐじゃないの。上野に行こう。うん、だけどもう死ぬまでっていうかここまで来ちゃう。だからさっきの話よ、うん、やっぱりやめ時ってあると思う、30とか。あそう、で節目節目でね、やめてってやつが会社やったりとかしてるのよ、うん、あそれこそ予備校の講師になってるとか、あなるほど、で家庭持っては子供さんが中学になってとか、ね、新たにまた自分の目標見つけて、うん、人生で、うん、でやっぱり言うのがよくやったって言われる、うん、ここまでだから一緒にやってたやつが、うん、よくぞここまでやれたと、うん、お前がと、うん、後輩でも言う。すごい言葉じゃない。いやいやすごい言葉っていうか、うん、やっぱりねどっかで心折れる。それがだからやっぱりチャンスとかは、うん、あいつは才能がある、あ
っぱり売れるだけの才能があるチャンスですよ。確かにすごいかもしれない。もうめちゃくちゃ奇才だし天才だし、やっぱり言ってること面白いし、あれだけ人のこといじれるっていうか話ですよね。できるっていうのはやっぱり、うん、俺なんかやっぱりチャンスなんか見ててやっぱ本当に、はい、あこいつ面白いなっていうので、あれので分かっててやってる感じなんですよね。あと天才だろ。あそういうことなんですね。本当にやっぱりお笑いってものに関してだから、はい、100m9 秒で走るとかのレベルだろ。あそういうことか。もう、うん、もう天部の才というかね、与えられた。もうそ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 ういうレベルだろ。ギフテッドだったんですね。うん、いや次いますよ。いやもうもうもう。いやまあまあゲストさんにやらせるわけに。そんなね。チャンスさんから、ね、ちょっと、はい、あの僕事前にリサーチしまして、はいはい、雪男さんの、ありがとうございます。雪男さんの伝説、うん、みたいエピソードみたいなのが聞きたい。それあの、まあ、さっき言ったように、ママ最初に滑りすぎて逮捕された事件が出てきます。逮捕されてないあの、ね、滑りすぎて逮捕されるやつってのはテレビでもやってんだけど何の罪になるんだってそれ。滑り方が犯罪クラスってこと。いやいや犯罪クラスだけどその二人で。で俺の場合は、うん、いつの間にかそれが単独ライブで滑りすぎて警察が3人入ってきて、うん、囲まれたって話になってんだから。これがね、そうよ、まあ、Google で見たのそれよ、うん、やっぱそうなんだ。そうよ、まあそれはねだから、まあ、皆さんご存知ですと、うん、でなんかじゃあならではのなんかありませんか、うん、って聞いたらなんだっけな、ママなんかあれ見たでしょ。あれね見たよ。何バックトゥーザフューチャーのに憧れて、ああそれね、うん、チャンスで本当の話なんだけど、はいはい、バックトゥーザは高校の時憧れてたんだけど、スケボーで行くっていうのができなかったね。学校に学校に高校、うんうん、でマイケル・ジェイ・ホークスが、はい、あれに乗ってくじゃん。されてるから。それで、うん、俺さーってチャンス飲んでたのよ。もう20年近く前か、やっぱりスケボーでなんか通いたいんだよねってなったのよ。その夜中の2時頃、うん、どこに、あのだからバイト行くとかその楽屋とか飲んでて、どうしてもやりたかった。やりたいの。今だったら結構いるわよ。そいで、うん、今いるけどその10、うん、20年ぐらい前、当時はね、いやゆきさんつってまだ俺も痩せてるような状態だから、あ半分ぐらいだったのかしらね。そうそう、それで、いやさあつってやっぱり若い時の夢って捨てちゃいけない。そうですよねつって、うん、で俺買ったんだよスケボー。スケボー買った。おいでチャンスがうち来てて、その、うん、池袋から学校住んでた時かな、ね、うん、おいで夜中の2時頃にじゃあ乗りましょうよ二人でそうだっつって二人でスケボー。じゃあじゃあじゃあまずは一人ですね、うん、おいで二人でやろうよ、はい、道が夜中の2時ぐらいだからちょうど平日で、うん、あんま走ってなかったの、うん、おいで俺も調子こいてはーって乗ってったね。練習するにはちょうどいい時間、うん、おいで、うん、池袋でね、うん、おいでわーって乗ってったら、うん、あの清掃車みたいなトラック大きいのがぐわーって来てダーンって跳ねられて飛んじゃったら雪男そのバーンってそしたらチャンスもあーってなって、それで携帯ない時だからああいう感じ、あれダンプじゃん、まあまあ、そんな感じ。なんで画像あんの。それでダーンって飛んじゃって、そしたらチャンスも携帯だから公衆に走って、はい、もう携帯あったかなんだからもうテンパって救急車救急車って言って、で運ばれてったピーポーピーポーって俺、うんうん、でうわーってなってチャンスもう余韻がそれで一気に今見てるの幻かなって。いやいや本当にそうほいでこうしたらダンプカーに跳ねられる。ほいでバーンって綺麗にすっ飛んじゃったんだ。ほいで、うん、こうしたらチャンス曰く、うん、次の日、うん、そこ跳ねられたとこに白いユリの花が置いてあった。何なんだよっつって誰がそれやったんだっつって。僕完全にし、どうし、ね、何そんなことあ、これ、これ何でもないです。これね、コメントが届いてます。あ、ごめんなさい、ね、後でやります、はい、それね、チャンスとでやっぱ、うん、あのね一緒に5時に夢中出た時に、はい、やっぱチャンスとの話してて、あー、本当ですか。それで、本当にバックトゥーザフューチャー、うん、憧れてどうしようもないぐらい。そしたらスケボーなんかも何十年もやってなくて、はいはい、あのチャンスとインタレスティングたけしっていうの3人で、うんうん、ロサンゼルス行ったのよ、収録しに、はい、50分中で、はいはい、エマストーンに会いにインタビューするって企画で、はい、すげえ。それでみんなの夢を叶えてあげると、うん、で雪男が、あの、じゃあ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 、あ、違うの？あのテレビ局が、うん、それでスケボーでロサンゼルスで乗りたいって俺なってそしたらもう20年ぐらい乗ってなくて体重こんなになっちゃってんじゃん90キロとか大きくなっちゃってから、そしたらスケボー乗ろうと思った瞬間にドーンとこけて、うん、あ、いやダメだダメだっつって、うん、ゆっくりスケボー片方の足で乗ってくれっつってぐるーっと公園一周してそれ取って、ね、そしたらみんな後で言われたのが、あれは新しいリハビリですかって言われて
かその画像見せてあげる。うち来てでも。いやー今日あればよかったな。だけど、うん、あれはユリの花はびっくりした俺会った時。そうですよね。もう完全にチャンス言ってたでしょ。で完全にこいつ死んだと思われたわけですよね。だからそうで、うん、だけど。だってダンプカーでしょ。ママも死んだと思うよ。だけど。跳ねられ方が上手かったんじゃないのそれ。知らないわそんな。スケボーがあったからスケボーとその何引力がぶつかったのが綺麗にこうああっていやなんか難しそうに言ってますけどまあラッキーだったっすね。ラッキーだよね。ラッキーだったっすね。だけどあれは本当にスケボー綺麗に乗れたんだよ、うん、もうしようっつって俺も気持ちよくて乗れたんだね。だからもうだ20年ぐらい前だから30過ぎぐらいで、うん、半分ぐらいの時ね半分ぐらいで、うん、気持ちよかったね。余裕とあと夜の夜ね2時ぐらいの今ぐらいの時期だったかな。いい、ね、で酔ってるからその風になんか風浴びて気持ちいい時期ね。あのオートバイ乗る人が言うじゃない風と一つになったりとか。おいでダーンってぶつかってユリの花よ。風と一つになるどころか千の風になりかけた。そう千の風だ。綺麗にそういうユリの花よ。お墓できちゃうね。お墓だよそれ。ユリの花ってのやめろよっつって。ああやっぱチャンスそれ言ってた。言ってました。あとね。うん芸名サタデーナイト修造さん、まあ、僕ら修造さんって呼んでるんですけど俺も付き合い長い20年ぐらいして、彼はね次のこの番組のゲストの、うん、まあ地下芸人さんですね、うん、の方なんですけどね、うん、あのどんなエピソードありますって聞いたら伝説のコンビを組んでたことがあるあのねこてっちゃんばばさんって今でも浅草でやってて、はいいるんだけど竹志君内に出した人で1個上で先輩なんだ俺の、ほいで海瀬山線ってコンビで俺よりも背低くて、うん、で俺ツッコミがすごいんだよバーンっつって、うん、でバーンって叩いて結構叩くのねこれやろとか言ってやってたらババちゃんっていうのが、うん1日に3ステージとかあるじゃん10分の営業とかやってたら3回目の時によだれ垂らし始めちゃって、はい、手が震えるんですって言われてじゃあじゃあじゃあって叩かないからっつって今度肩を衝撃でで肩叩いてたら今度肩脱臼しちゃう。そんなに叩いたの。だからあの結局ちょっといや結局でババちゃんが画像がね今いただいてますよ。偉いのがあ出てる。ババちゃん偉いのがちょっと右側雪男さんじゃない。それで偉いのが、うん最初ねやっぱり気使ってたのこう軽く、はい、気使いそうな方だわ左側の。そしたらダメだよそれじゃウケないよ、うん、でバンバンやってたら、はい、置いたら会うたんびにネタ合わせとかすると最近頭痛いんだよなって言うからしょうがないなんだよっつってお前じゃ あ、うん、ちょっと医者大学病院から CT 取ってもらえ、はいはい、おいたら医者行って CT 入って、うん、俺も一緒に行って、うん、出てきたらその見たらお医者さんが初めて見たんだけど、うん、なんか頭の中に手形がついてるって言われたっつって嘘つけよく一緒に行ったわねほんでいやだって俺だって責任あるなと思ってさ責任はあなたよおいだけど、うん、手形ついてんでしょだって脳にだけど馬場ちゃん的にあれは偉いなと思うのが芸人魂だよね、うん、やっぱりウケるんでそのバシャンっていくと偉いわねボケてツッコミがバーンって言うと、うん、今結構あるけどその当時20年ぐらい前とか15年前なかったのだから20代30代40代って解散してんだよ、うんうん、もう2年ずつぐらいやってる6年あ、いろいろやってるんですねいや2人で最初バチレスってコンビでやって20代の時で、はい、30代の時海沢山線になって40代でもう一回やろうと何どういうこと結婚して離婚して結婚して離婚してみたいなこと20代30代、うん、同じ相手とね相手と今バツ8ぐらいですかああなるほどねだから3回10年に、でもさすが50代になって俺よりも上で、うん、1回だから50になった時に単独ライブやった時に、うん、ゲストで呼んで危ないよで5分やったのよ、うん、そしたら今日はガンガン来てくれ練習的はこうよ、うん、ガンガン来てくれっつって一発目で倒れちゃったから久しぶりでって8年ぶりなんでなんつってそしたらもう本当にお客さんも、うんうん、もうやめてあげてゆっくり行きましょうそりゃそうよ前のお客さんだってお客さんがもう演者さんが50代になってることもお客さんも分かってるわけだからそうしたら、うん、あのもう一回だけ行こうと思ってね、はい、目で合図すんねやっぱ、うん、長くやってるから来てくれ来てくれっていう感じになるね次ボケるからって感じで、うん、それでバーンってやったら本当にいれば飛んじゃってお前入れ歯なってたのかっつって50代で入れ歯、うん、割と前のお客さんがこう見て本物だっつってでマウスピースみたいなボクシングので入れて、うん、逆なんて自分で飛んじゃって本当に それでまた逮捕されたんですかまた逮捕されたんですママが呼べばよかったわあんた見てたら110番呼べばよかったわもうだからそれね
いや馬場ちゃんとは本当面白いので、うん、だから海瀬山線というのはもうないんだけど、ね、一応解散してないんだとりあえず、うんうん、ああそうなんですか。だからいや、ね、やることもないだろうけど、はい、解散って解散してないんだ。いやいや解散って、うん、バンドほらここ1年後に解散するって、はい、ちゃんと解散式するじゃない。ああ、ね、なんかいつの間にか俺もうやりたくねえっつって、あ俺もだっつって、あでたまにこの間も先週あったんだけど東洋館で、はい、あの他人だよね。なるほど。元気とか言って、あの別れた本当夫婦みたいな。やだー悲しい。元気っつって俺も元気って聞いてるようなんですよ、うん、もう10分しかないの。そうなんですよ。あじゃああと20分ちょっと追加で。ないエンジョ料金払うから。スナックじゃねえんだよ。ない延長料金。延長料金高いから払えないから。高いだと払えないのよ。うん、あのでちょっとごめんなさい話途中なんですけど、うん、もう一人そのお仲間のさっき名前出ましたけどインタレスティングたけしさん、あいつはね噛みまくる男だね。噛みまくるんすね。滑舌がよろしくないのかな。そいで、うん、この子あ出た出た、すごい2002っていうのが気になるね、うん、この子でも、うん、今これ10年くらい前の会社じゃあもう42、3だから。ああそうなの。もう何この詐欺画像。あの髪の毛なくなってきてこいつこそカッパみたいになっちゃった。ああいたっすね。カッパいた。初めて会えたんじゃない。カッパにやばい珍獣コンビね。え小さい頃の夢が。この子すごいのがキュッキュッキュッつって、あのそのさっき言ったロスに行くときにキュッキュッキュッだよ。ロスに行くときにパスポートなくしちゃったっつって、えこのインタレスティングアツシさんが、うん、それで番組さん困りますと、うん、行くのに、うん、地球取ってくださいっつって、うん、紛失するとパスポートって、うん、免許証にまずいの。ああ国際的な、やっぱり国際的なあれだから、そうね、はい、それでパスポートはまずい。あの船橋警察行って船橋住んでたから、うん、行ったのよ、うん、で2人で行って朝日曜日俺もうついてくからっつって、うん、どこでもついてくな。しょうがないもん大人だから、まあ、先輩として、うん、病院も警察もついてったら大人はついていかねえんだよ。そしたら噛みまくるから初めて取り調べみたいな、ほらはいはい、うん、そしたら高野武って言うんだこいつ、はあ、本名が、はあ、インタレスティングさんじゃなくて高野武って、うんうん、そしたらおまりさんの方が、よろしいですか何なくされたんですかって言ったら、はいはいはい、あのパスポートです、お名前はまず来るじゃない、うん、はい、したらタタ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 タ、それが10分1分ぐらい続くんだよ。でおまわりさんも止めてくれっつって、ちょお兄さんと俺隣にいたから、もうだから緊張しまくっちゃって自分の名前言えないんだよ。あどもりだって本名なんでしょ。カムショ本名で、それで俺が全部答えて高野隆史40歳今までどうやって生きてきたの。いやいや大変よ。1分の話電話でするのに10分ぐらいかかる時あるんだよ。ほいで単純に15倍の時間がかかるって、ね、BB 五郎さんっていうのが、うんうん、ライブ一緒で BB、うん、あの稲川さんの真似する、あ、はい、五郎さんが怖いな怖いなって楽屋で喋ってた、うん、誰かと、うん、そしたら俺いなかったんだけど、うん、インタケが呼んでこいって言われたんだって。もう五郎さん次の出番だから、インタケさんっていうのはインタレスインタレスタケさんね、インタケ呼んでこいって誰か言われたら、うん、インタケさん呼んでこい、楽屋の前でビビ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 ビって言うからみんながたけしセミの真似書いてビリ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 って5分ぐらいやって、もういいよってみんなセミの真似なんだろっつったら、こうしたらそのスタッフが飛んできちゃって、なんで呼ばないんですかって、もう早く呼んできてほしいのに。舞台その五郎さんで次出ちゃったの、もう次の人がそのいないから、いやいや彼に言ったんですよ呼んでこいっつってビビ五郎さんをっつったら、ずっと5分ビビ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 ビすごいよ。それでそのパスポートの時はすごかったのが、俺がもう喋って、そうしたら、警察こうやると高野たけしさんでいろいろ出てくるんだ、あ検索紛失が同姓同名の方がね、そうそうそう、で、うん、多い名前で、うん、そしたら千葉の柏の方で船橋なんだけど、うん、73,800円入った財布が出てるんですけど、千葉銀のカード等々、うん、はい、高野さんじゃないですかねって言ったら、あいつ俺の後ろからはいとか言って、ちょっと待てっつってお前そこは構わんのかい、構わないんだよ。それではいとか言って、いや君柏なんか行ってないだろうと俺言って、いやいやあとなくしたのパスポートだし、私のだと思うんでと、73,800円が、うん、ダメだもらっちゃうと、と捕まっちゃうよっつったら、一緒に行ってよかった、おいで欲しいからこう、それがすごいんだ、はいとか言って、そこはすごいんだ、びっくりしたあれは。おいで、おまわりさんも本当ですかってなっちゃって、高野さんのなら出しますけどってなっちゃって、だってね、お名前が同じだから、だからあいつ的にはお名前が一緒だから自分のもんだと思っちゃったらしく、違うよ、すごいんだこの、いつか出ていただきます。
だけどあれよ、50分だと、ビビビビビビが18分とか、大丈夫大丈夫、タタタタタが、あ、そっかそっかそっか、もうそれ聞きながら飲むのもまた一つね。いや、待ちます私たちはね。だけど歌歌うと噛まない。それがすごい。綺麗なんだよ、ビートルズから。だって今のね、お写真もギター持って。歌の動画上げてますよね、うん、SNS に。うん、で、うまいんだよ。ずっと歌で喋ってればいいんじゃないの、うん、そう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 。ね、だけど、だってね、だから結局曲紹介するじゃない。俺はとか言ってるやって、やってんだけど、うん、それでやると、うん、途中で疲れてくんだろうね。やったことあるね。あ、そうなんや。僕は今日はご飯を食べてませんとか。あ、う、あ、ん、そっかそっか。一回置くじゃない。それビビ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 始まっちゃうのね。ギター持ってないと喋れない。おもろいな。面白いよ。じゃあぜひギター持った状態で出てもらいましょう。呼んだら多分、うん、あれよ、喜ぶよ、うん、で一回ね、他のネット局で20分の番組に、うん、誰かゲストって言われて、私仲いいんですけどって言わなかったの、あ、相手に。あら、その大変ですよっていうの、うん、そしたらやっぱり20分間の話だけど10分ビビビだった。すごいなと思って、俺見て、相手側の人も女の方が、インタケさんってどんな子供の時だ状態だったんですかとかなったら、だだだでから始まって、だけど、いやすごい、だだだだだってな、才能あるし面白いよ、うん、面白い、俺が言うの変だけど、ギターマンダうまい、もう鳥越アズーリならではのゲストなんじゃないですか、呼んだ方が、だから収束ぜひね、ぜひリレーで収束の後とかだったら、うん、綺麗なリレーになると思うよ。黄金リレーみたいな、ね、どんどん地下に潜っていく感じです、ね、雪男収束なんか黄金なんだ、潜ってこいよ。あ、そんな、うん、この番組ですけど、コメントが先ほどね、ツイッターの方で、そうですね、はい、こんばんは、 MK さんからですね、いつもありがとうございます、ありがとうございます、はい、こんばんは、今夜も楽しみにしてました。雪男さん、はじめまして。はいはい、地下芸人って初めて聞きました。とても面白いので今日は警察に通報されないですね。優しい MK さん、ありがとう。ありがとう、あのいつもね見てくださってる方です。また好きになっちゃうんじゃないですか。女性の方です。まあちなみにあれだろう、俺のファンだろうかもしれないですね。俺のファンに MK さんいるんですか。いやー、いやー、雪男さんのファン層ってやっぱりおじさん。俺のファン層は、うん、俺と同じぐらいの、うん、飲んだくれの親父。あー、いいね、いいっすね、私大好き。いや、私大好きってまあまあ大好き。あの、うん、本当に1枚ぐらいならすぐ出しちゃう親父たち、うん、いいっすね、ありがとうだけどあのいろいろな方が来るけど、本当終わったとか、うん、ライブとかで、私好きなんですよって、もう女性いないね、うん、今まで男性しかいないね。女性がそこに入ってきたらもう雪男さんじゃないですよ、ね、ないんだろうね、うん、ママ初めてのじゃあ女性ファンになるわ、うん、嬉しいね。何のドヤ顔だよ、今夜眠れなくなっちゃうよ。あ、どうぞまずは手装備手装備してくださいどっちでもどうぞっていうね。でもさ、もうほんと昭和の香りプンプンのね、スナックトークっていうか、ね、いつまでも聞いてたけど、落ち着く、めちゃくちゃ。最後にじゃあいきますか、うん、スナックの定義って知らねえ。これ一つあるのが定義ね、昭和的なまずぼったくるとこですああなるほど、スナックとはぼったくっていいとこです、はい、ママが、そうですね、ママのさじ加減で料金が変わるところです。雪男さんごめんね、飲んじゃったっていうやつですよね、うんううん、飲んじゃったからこうなっちゃったってやつ。あ、もう時間ねえのか、1分ぐらいしか。じゃあ最後に、うん、あの前そのスナックで通ってたとこね、15年ぐらい前に行ってたら好きな女の子いて、そしたらその子が、他のお客さんついたりしてるやん、うん、一緒の。そしたらそこのママがやばいって思った、こいつ来たみたいなんで、うん、そしたら一杯だけ飲んだ、うん、そしたら今日はさ、私おごるからって、ママが、ママがおごる、おごるから、うん、ただで帰っちゃっていいからって、うん、だから一杯飲んだ瞬間に、うん、いいのっつったら、うん、じゃ長くなりそうだから、その女の子が、だからそういうのがママのさじ加減。なるほど、スナックとは。だからあるよ、あるある、取れる時は取ればいいの、ある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 、あ、今日は取ろうと、うん、給料日の後とか、うん、もう全部誰々さんは、うん、スーさんは何日が給料日とか、15日ですよ、25日ですよっていうの全部メモしてあるからね。そう、うん、そこ、あ、そうなんだ。それでもういくらだろうが番組終了1分前、さすが全然進まないかったよ全然進まないじゃん、喋るんだ、もうね、だってね、あのね、
分かってたよママ、これもう50分で収まるわけないじゃん。確かに、また来ますよ。これ第2弾あるの、うん、今度はインタケさん連れてきていただくか。うん、いや、インタケ連れてきた保護者じゃないんだからさ。いやいや、通訳いやもう、ほんとほんと。じゃあ俺そっちからで通訳する。ぜひぜひ。あの、入らないで、そっちからで、そっちの方で楽屋からで見て、そのこっちで飛ばすよ。ダメ、ゆきおとくさんまた待ってるからね。こんなやられちゃうともうダメだよ。待ってるから。わかりやすいな。わかりやすい。待ってるね。もう夜中の2時半ぐらいの、店閉める前で。まだ20時なのよ。はい。あ、そうだ、20時だ、まだ。そうですよ。そうだよ。何かあるんじゃないかと思いながら何もない。でも今日頭から最後までずっともう令和の時代に昭和の男貫き通しましたね。そう、最初噛んでたけど、ね、芸風そのまんまね。ね、さすが。まあそういう形で、はい、2週先でしょ、修造なんでしょ。本日も週先修造さんとご視聴ありがとうございました。ゆきおとくさん、本当に今日はね、あの、ありがとうございました。MK さん、ありがとうね。MK さん、ありがとうございました。はい、ではではでは。よいよいよ、グッドね。というわけで。じゃあ。またねー。